林月雲は、日本統治時代の台湾の陸上競技選手。日本女子体育専門学校を卒。オリンピック、日本代表の候補に二度選出され、もし出場が実現していれば、台湾初の女子オリンピック選手となる選手であった。1915年、日本統治時代の台湾の台中州昇華氷、か和美小ょ工事院に生まれる。昇華女子高学校を卒業後、 昇華校等女学校に進学する。九百三十一年昇華校所在学中、台湾籍の女性として、初めて明治神宮体育大会に出場し、三段、飛べで2位に入賞した。九百三十三年の第七回明治神宮体育大会では三段飛べで、優勝、百メートルで十二秒5、総幅跳びで五立方メートル九と二種目で、台湾記録を樹立した。 1933年、日本女子体育専門学校に進学する。対戦では3段飛べ、100メートル、総幅飛びに加え、80メートルハードルでも活躍する。1934年、対戦の先輩である、石積光恵と共に第4回国際女子競技大会の日本代表候補に選ばれるが、二人とも自ら参加を、辞退した。辞退した理由は不明である。 1935年11月20日、日本陸上競技連盟は、ベルリンオリンピックの日本代表女子候補20人を発表し、対戦では同期の広橋由里子、後輩の三井美代子と共に選出された。校長の二階堂特与は、候補選手のためのドイツ部屋を寄宿舎内に設けて、練習に専念できる環境を整えた。林は、練習に専念するため、 生まれて初めて台湾に帰らず、東京で都市しした。林は広橋、三井といつも三人で行動し、台湾なまりの日本語で、お茶目な広橋と話している光景はさながら漫才の掛け合いのようであったと、読売新聞が報じている。1936年に大戦を卒業して、オリンピック出場を目指したが、病気のため選考会で落選し、出場権を逃した。 選考会の80メートルハードルの成績は、選手に選ばれた三井と0.1秒差であった。その後、台湾に戻り、教師となった。1937年に1940年、東京オリンピックの代表候補に選出されたものの、第二次世界大戦が勃発して大会そのものが消滅し、再度オリンピック出場の機会を逃した。 1945年に結婚し、二男一女の母となった。中華民国政府の統治下となった台湾では、戦前の林の記録を中華民国記録として公認し、この記録は長い間破られることがなかった。ありがとうございます。